皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルでは今まで遊んだゲームの中で、個人的におすすめできるゲームを紹介するチャンネルになっています。安価で購入できるゲーム限定に紹介しています。今後も様々なゲームを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介したいゲームはアウターワイルズです。宇宙の謎を解き明かす SF アクションオープンワールドゲーム。これは神ゲーのそれです。何かゲームをお探しの方、こちら遊んでみてください。詳細はこの後詳しく紹介していきます。まずゲームを紹介する前に開発について少しお話しさせていただきます。2012年大学生であった本作のプロデューサーが、修士論文を兼ねてアポロ13や2001年宇宙の旅のような、宇宙を探検するゲームを作りたいと思うところからプロジェクトはスタートする。それらの宇宙探索をオープンワールドで探索するゲームは、ゼルダの伝説風のタクトからヒントを得たようだ。自発的に探検をさせる内容、したいと思えるような作品にしたいと。ゼルダの伝説は日本の任天堂のゲーム。こうやって日本のゲームがアイデアとなって新しい作品ができるのはすごく喜ばしいことだと思います。お値段は2570円となっています。レビューも圧倒的な好評ということで、多くの人が面白いと感じている作品ということですな。アウターワイルズのドキュメンタリー動画がありますので、気になった方は見てみてください。概要欄に貼っておきます。主人公は新米宇宙飛行士です。これから宇宙を探検し、いろいろな謎を解いていきます。その謎というのがすごーく面白いんです。このゲーム物語がスタートして22分後、とある星が超新星爆発を起こします。爆発が起こるとゲームオーバー。死んだ主人公は22分前に戻ります。創始に戻り、ループもののゲームになっています。なぜ主人公だけがループをするのか、この世界の謎。壮大な秘密を死んでは戻り死んでは戻り解き明かしていく。とその前にチュートリアルです。宇宙に打ち上げの発射コードが必要なので、それを取ってくること。チュートリアルが終わると、宇宙に一人誰も助けがない状態でさまよいます。しっかりチュートリアルを行って操作の確認しましょうね。とその前にマシュマロ焼くんだよ。焼きマシュマロって食べたことあるか？食べてみろ、飛ぶぞ。この主人公も焼きマシュマロ食べて宇宙まで飛んでるからな。このゲーム唯一の癒し、それが焚き火なのである。焚き火あるところに他の旅人あり。他惑星にたどり着いた時、まず焚き火を探そう。何もない心細いところに、焚き火がぽつり。ほっと一息セーブポイントみたいな感じやね。我々が住んでいる地球は本当に恵まれた惑星だとこのゲームをやって思った。この後とんでもねえ惑星にたどり着くのでお楽しみに。チュートリアルその1。ロケットをうまく飛ばせるようになろう。他の惑星に移動するときはやはりロケットに乗って移動するんじゃが、着陸や離陸が結構難しい。それをこのロケットである程度操作慣れておきましょうね。じゃないと後で困りますよ。自動運転もあるので、まあ平気かもしらんが慣れておいて越したことはないぞ。チュートリアルその2シグナルスコープ。これは遠くの音も拾えるマイク。このマイクを使い惑星からどんな音が聞こえるか聞いてみよう。惑星からいろんな音が聞こえますよ。音が聞こえるということは空気があるということ。音は空気の振動で聞こえるので、真空の宇宙では音は伝わってこないのですね。空気があるっていうのが重要ポイント、そこは覚えておきましょう。宇宙に行くのなら宇宙服は当然必要ですね。宇宙服には燃料と酸素が蓄えられていて、酸素がなくなると死に、燃料がなくなると動けなくなります。ブースターがついており、無重力状態の宇宙でこのブースターをうまく使い移動します。この操作はしっかり慣れておきましょう。惑星での一つの操作ミスが死を呼びますので。ここは無重力洞窟。ここで操作の確認を行います。ここに壊れたロケットのようなものがあって、それを直すのがチュートリアル。もうね、気分はハチマキ先輩。デブリ回収とかこんな感じなのかなとか思ってみたり、結構大変な作業です。あ、プラネテス面白いからアニメでも漫画でも見てみてね。無重力だと上とか下とかがないからとても厄介。前に進もうと思っても視点を前にそのまま前に進むのか、視点を90度下にして上に進むのか、視点を90度上に上げて下に下がるのか。全部同じ方向に進むんですが、とりあえず慣れろの一言。スペースでそこに留まるように調整してくれますので、飛ばされたり行き過ぎたらスペースで調整しましょう。これを3箇所修理したらチュートリアル完了で、管制塔に行って発射コードがもらえます。そしたらいよいよ宇宙の旅が始まるわけですね。旅の途中、自分の乗っているロケットこんな感じで壊れることありますからね。焦らず慎重に行えば大丈夫。ギガルト師匠もそうおっしゃっていましたし。ここでシグナルスコープを使うと惑星のいろんな音が聞こえます。なんすかねこれ、どっかの民族音楽ようなリズム。そして口笛。口笛は人が吹いているのか、
隙間風のような口笛に聞こえる何かなのか、口笛を録音したデータなのか。まあ確かめに行ってやろうじゃないか。さてここが管制塔。宇宙の博物館的なところでもあっていろいろなものが置いてあります。この野前っていうのを各惑星に行って探して、翻訳し謎を解いて追っていく感じになります。その野前ってのは宇宙人の呼び方。だけどもう絶滅しちゃってるらしい。野前の骨格の一部も展示されている。絶滅した謎や、本当に絶滅してるのか気になるところですね。はいこちら超新星爆発になります。スーパーノバですね。宇宙のことや、物質などの物理学、相対性理論や量子論など詳しくないのでよくわからないのですが、大質量の恒星が、その一生を終える時に起こす大規模な爆発現象であることらしい。その現象がこのゲーム開始実時間で22分後起こります。管制塔に1発射コード渡され、発射コード入力したところからスタート。宇宙に行く前に宇宙のマップを見てみましょう。これがこのゲームの中の宇宙マップです。真ん中にあるのが太陽ですかね。それを中心にその他の惑星が回っております。そうでないものもいますけどね。それとマップにはない惑星もあったりします。ぜひ探してやってください。現在地がここ。その周りを小さな衛星が回っております。月みたいな感じですね。次に太陽に近い惑星。燃え盛る双子星と灰の双子星。名前からして熱そうってのがわかりますね。こちらは巨人の大海。木星みたいな大きな惑星ですな。大海なので海ばかりなところなんでしょうか。こちらは闇の茨。もう惑星っていう形してないですよね。丸じゃないんだもん。そして脆い空洞。その周りを回る衛星空洞のランタン。いかがですか？皆さんはどこに行きたいですか？正直名前だけで判断するとどこも行きたくないっていうのが初めてやった時の感想でした。大海じゃ生きていけないし、双子星は熱いし生きていけないし、脆い空洞ってなんやねん。ということでこの惑星を探索してこの宇宙の謎を解いていきましょう。この人から発射コードをもらうことができます。他の宇宙飛行士の情報など聞くことができますので、それらを聞いてどこを目指すか決めてもいいんじゃないでしょうか。それでは宇宙の旅に行きましょう。こちらがマイロケット岩場相棒。名前を付けてあげましょう。そうだなカレーが好きなので太麺っていう名前にしたいと思います。これからよろしくね太麺。中はこんな感じ。もう一家みたいな感じで区切りなどございません。すごく住みやすい環境になっています。そしてこの旅の記録というのがとても重要で、旅の途中解いた謎や知識はここにまとめられて見られるようになります。危険がたくさんある中22分間でクリアすることは難しいです。死んだりしても知識だけは残ります。得た知識をここで紐解いて、どこに行けばいいのかを確認しましょう。とりあえず出発。まずは一番近いところから、アルトロックを目指します。木にぶつかってますけど？なーに太麺は丈夫なんじゃ大丈夫。惑星をロックすると自動操縦してくれますが、ここで注意。アルトロックはこの惑星を回っていますので必ず上空にあるわけではないのです。星の位置を確認して自動操縦を行いましょうね。ここで自動操縦が終わり、着陸モードに入ります。着陸モードは手動です。これが結構難しくて、惑星ごとに重力が違うので速さには十分に注意しましょう。速すぎるとロケット故障します。ふう。無事着陸。ここアルトロックはどこでも降りられる環境ですが、脆い惑星とか大海とかね。偵察機ランチャーを放って周りを確認しましょう。このようにこの先何があるのかがわかります。何もないのがわかりましたね。ロケットから降りる前にこのように準備だけはしときましょう。宇宙服には燃料と酸素が蓄えられていますが無限ではありません。そのために無駄な行動は極力控えるようにした方が良いです。当然ですが宇宙服を着てから外に出ましょうね。外に出たら、この場所の重力を確認しときましょう。この衛星の重力は 0.4× になってるのがわかりますね。無重力ではないけど、ちょっとのジャンプで遠くに飛んでしまうので気をつけましょう。酸素補給について、惑星のところどころに木が生えている場所があります。その場合は酸素の補充ができ、その場所では酸素ゲージが減りません。火がつくということは酸素があるということ。焚き火を見たらまずは目指しましょう。そしてこやつが口笛の主。シグナルスコープで聞いた口笛はこの人が吹いていた模様。
これどうやって生きているんすかね。買い物とかわざわざロケット乗っていくんだろうか。誰にも邪魔されない空間ではあるから、考え事には向いてそう。情報を聞いておきましょうね。他の惑星についてや他の旅人のこととか教えてくれます。近くにまだ行ってない場所があると、近くに未確認信号と出て教えてくれます。偵察機ランチャーやシグナルスコープを使って、探索してみてくださいね。ある程度アルトロックを探索してきました。そうするとこの端末にその情報がまとめられます。どの情報を追うかはこれを見るとわかりやすくなっていますので確認しながら探索しましょう。それでは次の惑星に移動します。次の惑星はモロイ空洞に行きたいと思います。モロイ空洞って名前がもう不安でしかない。とりあえず行ってみたらわかるべ。着陸します。あ。このように着陸に失敗するとロケットが壊れてしまうので、ゆっくり着陸しましょうね。今回は発進着陸カメラが壊れてしまいました。壊れた場所を特定できれば直せますので、焦らず直しましょうね。故障を直して外に出てきました。重力は 0.8×。そこそこ重力があります。酸素はないので酸素ゲージは減っていきます。そして空から何か降ってきます。そして爆発します。この惑星の周りを回っている衛星から、常に爆発する隕石か何かが降ってきます。いかがでしょうか？いつもスリルと隣り合わせ。ドキドキが欲しい方はこちらに住まわれてみては？酸素はないですけどね、ワッハッハ。このもろい空洞にも名前の秘密が隠されているはずです。探索してみましょう。あ、ちなみに降ってくる隕石に当たると死にます。気をつけてください。先へ進むと人工物が見えました。そして名前の文章を発見しました。翻訳してみましょう。どうやらこのもろい空洞の中心部にはブラックホールがあるみたいです。そのせいで足場が崩れてもろくなっているようで、でもろい空洞ってわけなんですね。空から隕石降ってきて、足場がもろく落ちたらブラックホールに飲み込まれるってやばくね。ではここで問題。人間がブラックホールに飲み込まれたらどうなるか？正解は二つに分裂し一つは燃えて灰になり、もう一つはブラックホールの中に飲み込まれるです。ブラックホールは光さえも飲み込んでしまうらしいので、吸い込まれたら光の速さより早く動けば脱出できるかもしれません。ブラックホールに飲み込まれてしまったら参考にしてください。ブラックホール飲み込まれたら？って検索すると面白いですよ。でさらに先へ進むと建物っぽいのが出てきました。名前の住処なのか？もしそうだったら絶滅したのもうなずける。もう少しいいところに住もうな。せめてブラックホールはいいとしても、空から常に隕石降ってくるって危なさすぎるぞ。いや下にブラックホールがあるのもどうかと思うがな。とりあえず、この惑星は危険すぎる。こんなの生きて帰れる気がしない。ある程度探索したんだけど帰り道がわからなくなってしまったの。この矢印はこの先飛べよって意味だと思って飛んでみることにしたんだよ。ジェットを使えば問題なく届く距離だったんだ。飛びすぎてしまったんだ。そのままブラックホールに飲み込まれてしまいました。飲み込まれた先はもろい空洞から27キロも離れた宇宙空間。目の前には赤く染まった星が、もうこの世の終わりのような光景。とりあえず目の前の星に行くことにした。ちなみに宇宙の端っこに春子の光ったところに飛ばされた模様。死なずに済みましたが、太麺まで27キロあって宇宙服の酸素は残り半分、燃料は半分以下。どう考えても太麺まではたどり着けない。だけどなんやら宇宙戦艦みたいのを発見できました。中に入ってみると、古代文明的な謎の技術で動いている戦艦でした。謎を解いて中に入れたんだが、よくわからない光景に混乱してしまって結局この後死んでしまったんだよね。編集して気づいたんだけど、発射コード入れてから22分経っていることに気づきました。死んだり、22分経過するとこのようにループします。知識は得た状態のままループしますので、同じことをしなくて大丈夫です。こうやってループをしながら謎を解いていくわけです。今回分かったのはブラックホールは落ちても死なない。落ちた先に戦艦があった。戻って発射コードを入れたらまたカウントダウンスタート。22分間の間新しい謎を解いていってください。どうです？まだ5つの惑星しか降り立っていないんですが、ワクワクしませんか？他の惑星はどうなっているんだろうか？もっと過酷な状況なのか？それとも、これ以上はご自身で購入してやってみてくださいね。この後、またもろい空洞に降り立ってまだ見てないところを見て回りました。
他の飛行士のロケットを見つけることができたり、新しい謎も確認できました。さてそろそろ他の星に行こうかなと思ったその時です。探査機までの距離を見ててください。お分かりいただけましたでしょうか？一瞬にして相棒の太面までの距離が300メートルぐらいだったのが、26キロになりました。ああ、これブラックホールに飲み込まれたやつ。止めておいた場所がいけなかったのか、空から降ってきた隕石にぶつかって吹っ飛んだのか。マップで確認したところ、ブラックホール吸い込まれて出たところからさらに漂流して遠いところに行ってしまいました。ありがとう太面。君のことは忘れない。この後無事酸素が切れて死んでしまいましたとさ。皆さんも着陸するときは場所など気をつけて着陸するように。ということで、いかがだったでしょうか？アウターワイルズ。SF ミステリー宇宙オープンワールドゲーム。この辺のジャンルが好きな方にはかなりおすすめの作品となっています。2021年夏には任天堂スイッチでも発売予定。PCPS4 ではすでに発売されております。気になった方ぜひ遊んでみてください。ハマること間違いなしですぞ。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の安価で面白いゲームでお会いしましょう。さようなら。